今日はですね、大田市にあります陽麺亭さんにやってきました。2年前に1回来てるんですけど、こちらの店 L サイズがめっちゃ量多くて、前回はねダメだったんですけども、まあ、2年前よりもね、体も胃袋も大きくなってるということで、もう一度挑戦してみたいと思います。それでは行ってみよう。ハロペコー。今日はですね、群馬県西屋島町にある陽麺亭さんにやってきました。2年ぶりぐらいですね。まずはこちらシーザーサラダ700円です。シーザーサラダって私好きなんですよね。なぜかお店で食べるサラダっていうのが格別に美味しいの分かってくれる人いますかね。余裕で一皿食べられそう。気まぐれはこちらを食べます。いつもタラスパ一択だな。たらこスパゲッティレギュラー900円です。レギュラーだと茹で前で 80g、 お皿は 26cm です。娘はペロリと完食です。私が今回挑戦するのは醤油味の和風パスタから選びました。それではこちら、和風たらことナスメガ2920円です。やっぱり半端じゃないですね。めちゃくちゃ重いよこれ。絶対食べれるのかな。前回は半分も食べれなかったんですよね。今回は完食目指してるんですけども、持った時点で無理だなってなんとなく分かっちゃいましたね。ちなみに前回は L っていうのがあった気がしたんですけども、今回はメガ、茹で前で 600g、 お皿の長さ 55cm です。いかがですか。パスタの麺は茹で前で 600g というと倍に膨れ上がるらしいので、麺だけで 1.2 キロはあると。 1.2 キロプラス具材の量ですね。醤油系の和風なんで、これはいけそうな気がするな。めちゃくちゃうまいです。前回はクリーム系食べたので食べれなかったんですけど、今回ね、あっさりしたものに挑戦しています。量はとても多いんですけども、味はかなり繊細です。醤油ベースの感じにたらこのプチプチ感、これもいいんですよね。意外と醤油パスタが珍しいような気もするんですけどね。そんなことないかな。陽麺亭さんのメニューなんですけども、まずトマト系のパスタ、トマトクリームもいいですね。ニンニクが使用されているパスタにはニンニクの絵が書いてあるので、女性にもとても安心安全。やっぱりトマト系のメニューが多いですよね。それ以外には陽麺亭さんのオリジナルミートソースは鉄板ですよね。塩味なら今回のメガチャレンジも向いてそうな気がしますね。そして今回選んだのが醤油味のパスタ。私は今回ここから選んだんですけど、前回がクリーム系の食べたんですよね。そしたらもう胸焼けしちゃったので、今回は私の好きなクリーム系じゃなく醤油系です。具材には大きめにカットされたナスとしめじ、海苔が乗ってますね。このナスが何かで炒めてあるんですよ。トロトロでナスに味がついてる。そしてしめじ、醤油系のパスタにはしめじやナスめっちゃ合いますね。ところどころ麺に絡まるたらこもこれまたいいんですよね。ちなみに陽麺亭さん他のサイズなんですけども、 S で茹で前 160g、 お皿は 29cm、 M は茹で前 300g、 お皿の長さは 44cm ということです。私は普通にしか食べられないよっていう方はやっぱりレギュラーをおすすめしますね。ちょっと食べられますの方でも S ぐらいで十分なんじゃないでしょうか。メガを食べる方はもう超人クラスじゃないと食べれないと思います。ちなみに衛生面などあるので、陽麺亭さんは持ち帰ることができないんですよね。今回私食べきれないのを保険にして、相方は何も頼んでいません。もちろん私が食べきれなければ、相方うちの気まぐれにパスをして食べきって帰ろうと思ってます。それにしてもまだ全然減ってないんですけど、結構もう苦しいんですよねこれ。なんか普通だったら、ああ惜しいみたいなところで終わると思うんですけど、私の場合もう苦しいので、多分絶対無理なんだよな。じゃあなんでやったんだよって話なんですけど、
2年前の時はやっぱりそんな芋大きくなかったような気がするんですよね。ただ MO チャンネル始めて2年間私ね、やっぱり心も体も胃袋も大きくなってるもんですから、今回はねいけるかなっていう感じに思ってるんですよね。娘のたらこスパゲッティで味変やってますね。味が変わってもね結構いけちゃうもんなんですよね。洋麺亭さんイタリアン系が多いんですけども、ハンバーグや驚いたのはソースカツ丼なんかもあるんですよ。グラタンやドリア、ピザなんかもあります。いや横に振りましたね今首。やっちゃいました、全然食べきれてない、笑ってますね。バカロー、びっくりするぐらい残しました。うちの食い盛りの気まぐれガールによそります。気まぐれガールはサラダ食べて自分のタラコスパゲッティ食べてこれ食べてますからね。中二の食欲を恐るべし。娘はこのタラコスパゲッティのお皿に食べたいというのでこちらに入れていきます。35歳はもう食べれないですね。中二の胃袋にはかなわない。毎日毎日鍛えてるつもりなんですけどね。気まぐれガールも言ってたんですけども、洋麺亭さん本当パスタのレベルが高くて何を食べても美味しいんですよね。前回は確か洋麺亭風ドリアいただいたと思うんですけど、ドリアも美味しかったし、本当何食べても美味しいんですよね。まさかの気まぐれが2杯目に突入しました。すごいね、自分のタラコスパゲッティを食べてるのに。でもね今回食べ物残すわけにいきませんから、私残すの嫌いですからね。助かりましたよ気まぐれと相方には。あんなに振り分けたのにまだこんなにあるよ、すごいな本当に。相方と気まぐれガールがどん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 取っていってくれます。今回は助かった。やっぱり鍛えても無理なんですかね。すごいなんか食べたアピールしてますけど、私は半分も食べられませんでした。ぜひみんなも挑戦してみてね。すべてごちそうさまでした。私栃木県群馬県で飲食店の紹介をしている MO チャンネルです。本日の洋麺亭さん、たくさん食べられる方にも需要があり、普通の胃袋の持ち主でも全然大丈夫です。量がリーズナブルなのも魅力的、裁縫確定。本日はごちそうさまでした。散りばめられ